はい、どうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。で、今日なんですが、ラブトロスを捕まえに行きたいと思ってます。で、必要なものとしましては、目隠し玉、ヒソヤカスプレー、ハイパーボールで、フェザーボール、まあ、これぐらいか。まあ、他は特にいらないんじゃないかなと思ってます。まず目隠し玉で近づいて、で、ヒソヤカスプレーを使って、で、その後にフェザーボールでバリアをぶち破って、お、てかちょっと待って、ナエトルの大量発生、これ色違いゲットできる可能性があるってことか。ちょっと時間に余裕があれば行ってみようかな。まあいいや、そういった感じでやっていきましょう。で、フェザーボールでバリアぶち破って、ハイパーで捕まえていくって感じかな。このやり方でやっていきましょうか。うお、雨がめっちゃ降ってるわけですが、ラブトロスってさ、雨の日って出るんだっけ？どうでしたっけ？いや、なんか、どうなんだろう。確かね、ラブトロスは、霧の時に出てくるっていう話を聞いたんですよね。で、具体的な場所としましては、ここになりますね。だからあれか、霧が出てくるまでしばらく待たないといけないか。雨降ってるから多分ダメでしょうね。うん。まあ、とりあえずちょっと時間を進めましょうか。さあ、休んでいきましょう。で、朝まででいいのかな？よし。ってことで、こんなもんでいいかな？で、霧が出てくるまで待っときましょうか。で、地図を見て、右上で天候を確認することできるから、今晴れですね。まあ、晴れなのはいいんですが、霧がかかってるかどうかっていうのは多分わからないよね。まあ、しばらく放置して様子見ましょうか。ちょっと何分ぐらいかかるかわからないけど。まあ、とりあえず、しばらくカットしましょうか。そして、その前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ぜひぜひよろしくお願いします。すいません、忘れていました。この隠れ里に行かないといけなかったわ。で、こちらに、コギトさんがいるので、喋りかけていきましょうか。すっかり忘れていたわ。で、コギトさんに喋りかけていきましょう。さあ、これでどうだ？はいはいはい。この人ってさ、一体どこからやってきたんだろう？てか何歳なんだ？はい、何ですか？もう一匹おる。ですよね。この話を聞かないと、ラブトロスゲットできねえからな。それなんだよ。で、ラブトロスがやってきやした。あーいって、すごいな。なんだ、あーいって。いやいやいや、捕まえに行くのめんどくさいからさ、くれよ、そのまま。ラブトロス、春の神様とも言われるポケモン。そうなんですよ。特に悪さしない、そうなんだ。はい、図鑑作らないといけないから、こいつを捕まえないといけない。めんどくせえな。で、グレンの湿地に行かないといけないってことでしょ？で、なおかつ、あれですよね。霧の日じゃないと出てこないみたいな噂聞いたんだけど、どうなんだろう。ってことで、もう一回戻りましょうか。さあ、グレンの湿地に戻りたいと思います。で、これさ、一回、ことぶき村まで戻らないといけないのがめんどくさいよね。で、ここからまた、グレの湿地行かないといけないわけでしょ？これちょっとどうにかならないかな。アップデートとかで。まあ、利便性が向上してくれたら嬉しいんだが、どうでしょうか。はい。ってことで湿地ベースに行きましょう。ラブトロスか。けどこれさ、霧が出てない状況でも出てくるんかな？どうなんだろう。あ、なんか霧はかかってないか。あ、まあ、ただの晴れか。ちょっと一旦行ってみましょうかね。出てくれていたら嬉しいんだけど。出てなかったら戻りましょうか。で、具体的な場所としては、ここら辺かな？そうですね。だから、そこの、山を越えたら、まあ、丘を越えたらか。丘を越えたら、ラブトロスがいるはず。で、結構見にくいからさ、しっかりと見落とさないように見ていきましょう。で、ラブトロスいるかな？で、カワルドンがいます。で、バリアみたいなまとってるから分かりやすいんだけどさ、どこら辺におるんだろう。けど、やっぱりまだいないんかな。うわー、ポケモンたちがめっちゃいるね。これ乱戦になるよな。これがめんどくせえな。で、今のうちに処理しといた方がいいかな。ラブトロス出てくるまでに、めんどくさい親分ポケモンたちを仕留めといた方がいいかもしれないな。あー、これ、出てませんね。え、これ出てないよね。見落としないよな。だからやっぱり一旦撤退して霧が出てくるまで待っといた方がいい感じか、これは。同じく初見だからさ、
ちょっとわからない部分がありますよね。てか、ポケモン多いな、本当に。やばいっすね。あ、いる！ラブトロス。いるじゃん。何？なんか、霧が出てる状態でないとダメって聞いたけどさ、いるじゃん。わ、見落とすところだったわ。あそこか。あー、めんどくせえ。めんどくせえ、これ。一旦、降りて、これ、どうしようか。とりあえず、あー、岩正面にいるよな。で、正面におるわけだが、沼地にいるときってさ、これ無理じゃない？ラブトロスめっちゃ難しくないか？カバルトの正面にいるな。だってこれ中、沼地か。あー、だよな。カバルトどうしよう。うわ、意外に動き早いな、あいつ。どうだ？あ、無理だ、これ。あー、ダメか。ダメでしたね。バリア破ることはできたんだけどさ。いや、ラブトロスってこれ何タイプ？フェアリー？だよな。これ、ちょっと待って、どのポケモンが毒タイプとかさ、撃ってきてんだ。うわ、親分もいるのか。これめんどくせえな。やべえ、今までで一番めんどくさいな。場所が悪いわ。やばい、マジで場所が悪すぎる。あと、ポケモンが多すぎるわ。これ、ラブトロス超めんどくせえな。まあ、出てくる場所は分かったけど、めんどくせえよな。あー、やめてくれー。で、これは無理か？ずっとなんか、てんてんてん出てるのか。あ、やばい、これ。まあ、もう、もう、妨害が、マジでめんどくせえ。これ。ガチでめんどくせえな。うわぁ。めんどくせえとこに逃げられたな。やば、ラブトロスめっちゃめんどくさいやん、これ。あと、動きが早いな。で、敵がめっちゃ来る。うわぁ。いてぇ。あ、時空の歪みが出てきそうで、出たな。別に時空の歪みはいいんですが。親分ことはいるな。あ、親分だ。めんどくせえな。あー、沼地の方に逃げられた。え、これさ、沼地の方に逃げられたら終わりじゃね？あ、時空の歪み発生してるな。なんかさ、目隠し玉使って近づきたいんだけど、敵が多すぎて、多分これ目隠し玉無駄になるよな。目隠し玉で近づきたいけど、沼地のせいであんまり使えねえな、これ。うわー、めんどくせえ。どこに追い込んだらいいんだろう、これ。あれだな、ボール、ジェットボールを作りまくって、周りのポケモン乱獲してからラブトロスを追い込んだ方が良さそうやな。作戦的に。多分これは。ちょっと敵が多すぎるわ。ジェットボール作ってくるか。これ一旦撤退の方がいいかもしれないな。あー、見つかった。待って。フェザーボールはあれだな、バリア破壊用だな。完全に。あ、やべ。あー、スカンプ鬱陶しいな。やべえ、結構ダメージ食らってしまったな。よし、リベンジマッチと行こうじゃねえか。さあ、やってきたぜ。で、再び、ラブトロスと戦っていきましょう。で、準備はしてきたわ。そう。さっきジェットボールなかったけど、ジェットボールをね、用意してきました。で、こいつで周りのポケモンたちを捕まえまくるか。それなんだよな。よいしょ。これ邪魔な奴らはもうこれで捕まえていきましょう。邪魔になりそうな奴らはこれで捕まえていきたい。で、ここ。よいしょ。さあ、ラブトロスはどこ行った？そいつをまず見つけに行こうか。今ってラブトロスいるよな。これでいなかったらめんどくせえな。まあ、せっかくジェットボール使ったのに。それなんだよ、問題は。え、ラブトロスいるよね。あ、いました、いました、いました。で、正面にいたので、ここら辺のやつをまずは、打ち倒していこうか。捕まえていくのが一番いいね。なんだかんだで。あー、めんどくせえ。さあ、親分を捕まえていきましょう。で、もうあいつも捕まえるか。めんどくせえから。え、ダメか、これ。オッケー！どうだ？オッケー、いった。で、ジェットで捕まえて、邪魔そうなやつは捕まえていきましょう。やっぱジェット強いな。で、フェザーボールで、あと、目隠し玉。で、ここでフェザーボールか。これいける？あー、無理だよな。うわ、いって、めっちゃ食らった。ちょっと待って、やめて。わー、ラブトロスの攻撃鬱陶しいな。思ってるより。やべ、フェザーボールがなくなると、このままだと。うわ、めっちゃ食らうね。さあ、ジェットで捕まえていく。無駄にポケモン捕まえてるな。ただ、周りのポケモンたちは一通り捕まえたから。あと、グレックルが邪魔だな。おー、なんか、めっちゃ出てきた。これが霧か。霧が出てきたね。見にくいな。なるほど、これが霧か。
で、ゴールオンが正面にいるが、あれは無視でいいか。ハバルドンの親玉がそこにいるからな。それがめんどくさいね。ラブトロスが正面にいるわけだが、あれをどうにかしたい。あいつがマジでめんどくせえから、よいしょ。無理か。この距離からだと。よいしょ。あー、ジェットボール効かねえな。スタンプが地味にめんどくさいからな。こいつを処理しとこうか。で、スタンプ処理して、で、やつが近づいてくるのを待ちましょうか。で、フェザーボールで、あー！マジか。ちょっと待って、マジか。今のダメだった。さあ、これでどうだ。で、親分カバルドン捕まえときましょうか。あいつめんどくさいからな。で、捕まえることに成功しました。さあ、こいつをどうにか追い込んでいきたい。周りの敵はとりあえず捕まえといたわ。周りはとりあえずやったんだけど、問題こいつやな。おっしゃ！おっしゃ！ようやく戦えた！ようやく戦うことに成功したぞ、ラブトロス。危ねえ！危なかった。目隠し玉マジで有能すぎるわ。ってことで、倒さないようにしようね。倒さないように。頼むぜ。あ、これやばいかも。これ、確実に、これはダークラに一回変えましょうか。ちょっとガブリアスだと、多分ね、やってしまうので、一旦ダークラに変えて、ダークラで応戦していきましょう。これで悪の波動、今一つなんで、これをまず打っていきましょうかね。あ、いいね。若干削っていくと。春の嵐でどんぐらい食らうの？うわ！めっちゃ強いな。で、次は、どうしましょうか。ギャルガでツバメ返しではさすがに落ちないよね。さすがに落ちないと思いたい。で、多分ガブがね、春の嵐で一発で落ちるんじゃないかなと思っているんだがどうでしょうか。セミタクラ危険すぎるからな。ツバメだな。どれ？ああ、いいね。削り具合がいいよ。で、早技か。で、春の嵐と。で、多分これで落ちるかな？あ、落ちないんだ。はいはいはい。まあいいんじゃない？春の嵐。これでおしまいか。で、ここからハイパーボール連打かな。ですね。ギラティナ行きましょうか。あーけどこれちょっとパーティーの相性が若干悪いかもしれないな。まあ、ってことでハイパーボール投げていきましょう。で、ここからハイパー連打よ。で、捕まえることができたら嬉しいが一発では難しいか。どうだ。あ、これちょっと暴れてる。あ、いけたわ。よし、ラブトロスを捕まえました。まあ、捕獲率はそんなに難しくないよね。一発で捕まえることに成功しました。いやー、ちょっときつかったねー。いやー、ちょっときつかったね、ラブトロス。思ってるよりきつかったわ。いや、接近するのが難しいね。はい、ってことで、フクツロ進化させましょうか、ついでに。今、図鑑埋めもしてるんで。いや、大変だなー、ラブトロス。やっぱり、他のポケモンと比較すると、ダントツで難しいなと思いました。さあ、ジュナイパーに進化しました。ジュナイパーの見た目さ、全然違うよね。ジュナイパーって結局今作でどうなんだろう。ちょっとそこが気になりますよね。ってことで一旦戻りましょうか。そうだね、一旦戻りましょう。いやー大変だな。けどラブトロスを捕まえたいんであればやっぱりね、周りの親分ポケモンたち、あいつらがマジで妨害してくるから、あいつらの対策をしっかりとしとかないとかなりめんどくさいんで、そこは注意をした方がいいのかなと思いました。割とマジでね、これは注意した方がいいと思いましたよ。さあ、そういったところでかなり長期戦になってしまったんですが、まあ言っても20分ぐらいか。はい。まあ結構時間かかりましたが、まあ良かったんではないでしょうか。もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいては損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。